関白市長者、高津笠金平の長男。関位は、11位、関白、大城大臣。高津笠家二代当主。郷に遠行院関白、遠行院入道関白。法事元年、関白市長者、高津笠金平の長男として誕生。母の一条実通の娘は、法事三年の三月、元中が三歳の時に死去している。四年に、 領域による、無本事件により、鎌倉幕府将軍、藤原頼次が将軍を解任され、九条道家が、頓死、九条忠家が失脚して九条家が没落すると、この家の力が増大する。この家の着手ではない父、金平もこれに伴って、急速に昇進を始め、元中も同じく飛躍的に昇進した。県庁8年正月11日、 10歳で元服し、正五位下に、初信。部。果敢は、この絵かねつねで、理髪は、吉田爪都氏が務めた。金時期、昇殿を許される。13日に、右この絵検証書に任せられ、4月に中将に転任。6月に14位下、12月に正四位下に、除せられた。公元2年正月、11歳にして、13味、針間コンモリに除任。 11月には、小蔵医、県中納言。昭和2年11月には、県大納言に進み、大権を調された。昭和3年に、12位、ついで正2位に助せられ、文王2年左この大将、様良語官に部任される。校長2年に内大臣に任ぜられ、大将を辞任した。文英2年右大臣に転任。同年11月には、父、金平と共に、 大原の神社に参詣している。文英五年十一位、皇太子風二助人。同年、関白に部任され、藤原市長者となる。しかし、実権は、父の金平が所持しており、元中は、名目上の長者に過ぎなかった。文英六年に、左大臣を辞任し、文英八年義社戦事を下される。文英十年に関白を辞任し、 公認として、九条忠家が任命される。その後は久しく、3位が続き、公安8年に、大乗大臣に任せられるが、公安10年8月に2年足らずで辞任して、以来官職に就くことがなかった。なお、上表文の作者は、菅原有り聖書は、藤原教員が担当した。永任四年から、しばしば内乱戦時が下される。 昭和元年3月29日、出家して、法名を利活と申す。翌昭和2年7月3日に、病となり、7月7日に隠れ後、去年67、和歌に長次、歌人として活躍した。加減元,元年頃に、加減100種を栄診。俗州和歌集以下の直線和歌集に85種が、日衆する。根源の制作にも携わり、元中は、 この冬平、吉信、冬本と共に言葉書きの執筆を担当した以下諸家伝の記載に従う。ありがとうございます。